皆さん、こんばんは。そして、おはようございます。経営コンサルタントの中野です。今日は2023年8月23日、水曜日ですけども、皆さん、いかがお過ごしでしょうか昨日の夜ね、ちょっと動画撮るの忘れてしまったので、今、朝ですけどもね、朝の8時23分、20、<laughs> 朝の8時20分台ですけどもね。あの、動画撮ってます。ドル円ですね。ドル円は、よ横よになりましたね。上行って、<coughs> 1>, 1時間半ですけどね。みんなこれ、失望売りだと。この世の終わりだって、こうね、言ったけど、200位同平均線で反発して。うん まあその後落ちてね、反発して横横ですけどもね。200移動平均線がこう、追いついてきたんでね。グーンっていきますね。グーンっていっちゃいます。ロングですからね。上昇気、<laughs> 上昇気流ですから、まあ4次間車だと75移動平均線が、 追いついた時にグーンと上行くんですよね。こういうところそうですよね。追いついたら上行くんですよね。だから、あの、絶対ショート出ちゃダメですよ。こういう時ね。まあ、つっても、近づいてきた時に一回下行くんだよね。下行って上行くんですよね。下行って上行くからみんな、あ、これショートだと思っちゃうんだよね。バイーンって言っちゃうからね。気をつけてくださいね。本当にね。ロングですよ。 うん、これが冷やし <laughs> 冷やしもね75以上平均線で反発してるだけですからね全部ねこれね中足は中足は関係ないですねやあの、月足もねまあもうあの、前回高値、ね、去年ですね151円 まあ9月中に今月中到達するかな9月中かな今146円ですからね問題ありませんビットコインと一緒ですねバーッと上行って終わりですね はいパートって終通りですねはいビットコイン見てみよっか見てみる大丈夫ごめんねあれビットコイン出てこい うん、うん、ちょっと下がったんだなこれねひげあーこれ下がったんだけど上がったのかあっ上ですねはい今上がってますからね下ひげついたから上がりですね 曲がるために下がったわけですからね。大丈夫です。<laughs> 今日は明日中にお金入金しないと上行っちゃうよ、これ。はい、500万いっちゃう。<coughs> 500万いっちゃうね。600万いっちゃいますね、これね。気をつけなくちゃいけないね。 今日は下中ですよね。待ってないやつやね。うん。377万。大丈夫ですね。イーサリアもこういう時強いね。23万7000円全然落ちないね。プロリンも75円落ちないと。体の37円。まあ、リップルよりもね、2分の1になっちゃったね。 当時も落ちないね9円あれ空の中 2981? いつこんなに高くなったあポリゴンは安いね75円うーん 大体いいと思います。はい。まあ、あのー、仮想通貨ニュース。 なんだろうねうんどうですかねうんビットコイン e t f の 承認がまだされてないからね。どうなんですかね。そうそう、されると思いますけどね。うん、そのぐらいはね。そのぐらいは可愛いい限りですからね。うん。はい、どうでしょうか。まあ、先ほどね、あの、朝の NHK 連続ドラマ。 見ましたけどもね万太郎ねあの奥さんがねお寿恵ちゃんねお寿恵ちゃんが親戚のね新橋のあの行くんですよねそのああいうのなんていうんですかねあの 芸者紹介所で、ね、今で言う芸者の、まあ、紹介所ですよね。<laughs> まあ新橋の料亭に行くんですよね。新橋の料亭やって,やってるんですよね。大きい日本で一番有名なところね。う <laughs> いう時のおねお姉さんね。ね可愛がられてね。 もともと奥さん可愛いからね。万太郎にはう不向きやからね。んで、岩崎八太郎。岩崎八太郎が死んでね。その後、三,三菱財閥を引き継いで、引き継いだ三菱与太郎が出てきたけどね。もっと正ボンボン息子だったね。ねを食い潰してね。岩崎与太郎ね。 あんなやつが三菱電機とかね、三菱商事とか三菱銀行とか作ったかと思うと、もう、清掃するはね、<laughs> まあ明治政府のおかげでね、あの、明治政府のおかげですね、すべて, <laughs> すべてね、まあ高知県出身、鹿児島県出身、山口県出身のね、 この3県出身の人たちは政府に取り立てられてねまあ民間企業であろうともいまだに大企業ですからねいまだにそうですね <laughs> この3県出身の人物はねやっぱり東大に入りやすいですからね 裏口ってのがあるから今でね、一橋とかね。うーん、困ったもんだ。あと各、各国のね、あっはっ殿様のね、血を引くものがね、いまだに各県でね、県、県庁で、 重役やってますもんねすごいことですよ。まあこの日本はね、なかなか難しいですよね。平等であって平等じゃないからね。何をしたっけ とということでね、今日はこのぐらいで終わりますけれども今日はあのドル円やんない方がいいですねこれね横横だからね横横でまあちょっと落ちて今日は落ちるいい。<laughs> まあ今日明日落ちて、あ、あさって金曜日なんだよね。金曜日ばっかり <coughs> こんな感じですね。まあ今日明日は下目線かもしれないね。でもいつ爆上げてと上行くかわかんないから、怖いからやんないがいいですね。うん。はい。では今日はどうもありがとうございました。<coughs> ね今日も一日頑張っていきましょう。千葉県松戸市より。 トム・クルーズがお伝えいたしました。どうも失礼します。バイバイ。<laughs>